皆さん、こんにちは。貧乏暇な主婦です。今日はですね、500円玉貯金箱、こちらを開封していきたいと思います。理由は2つありまして、1つは、皆さんニュース等でご覧になってるかと思うんですけれども、今年の1月から、ゆうちょですね、が、硬貨を預け入れるのに手数料がかかるという改定がなされまして、今まで500円玉貯金をしていた時はですね、ある程度まで貯まって、もうこれ以上入らないというところまで500円玉貯金が貯まったら、ATM に、小分けにですね、預け入れたんですけれども、まあ、手数料取られるのはバカバカしいということで、まだ途中なんですけれども、開けたいと思います。そして、二つ目ですね。なぜ5月1日かというところなんですけれども、裏にですね、始めた日が書いてあるんですが、2018年の5月1日からということで、丸4年経ちましたので、まあ、4年間でどれぐらい貯まったかというのを、数えたいというふうに思っております。貧乏暇なし夫婦は、ほぼほぼキャッシュレス決済を使っておりまして、現金を使う機会っていうのは、病院ですとか、あとは、近所の個人経営のお店ぐらいのものです。なので、なかなか小銭自体が貯まりにくいんですけれども、まあ、お釣りをもらうときに、500円玉を作るように意識して、払うようにしていました。4年間で一応30万円貯まると書いてある貯金箱なんですけれども、こちらを開けていこうと思います。一応上はもうガムテープで閉じてあります。ちなみに結構これ重たいんですけれども、どれぐらいの重量があるかっていうのをちょっと測ってみたいなと思います。まあ、体重計なんで正確に測れるかわかんないんですけれど、だいぶ重たいんで、一応3キロはあるみたいです。さあ、これから開けていきたいと思います。さあ、蓋が開きましたので、ここからはひたすら数えていこうと思います。と見づらいですけど、これで10枚で5000円ですね。これで1万円ということで、これを、積み重ねていきたいと思います。これが1万円になります。じゃあ、どんどん数えていきたいと思います。はい、これで5万円です。
万円です。10万円すげえ、20万もある。20万あったら、ゲンチャリくらい買えるか。いいゲンチャリ買えますね。はい、数え終わりました。さあ、500円玉貯金すべて数え終わりました。これ一束が20枚1万円になっておりますので、横が5の縦が4で452020万と、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 5,000 円、20万 5,000 円入っておりました。楽しいもんですね。まさか20万円もあると思いませんでした。今後は、まあ、これをですね、少しずつ崩して、現金しか使えないところで、少しずつ使っていこうかなと思っております。以上、貧乏暇な主婦でした。また次の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。